なんだこの雰囲気は。バナナが出ない。5000円以内か5000円。
5000円。私は今の発言に共感します。確かに高い。これを5000円で買われたら何のために高き売りをやってるのか分かりません。さあ行ってみましょう。4000円。共感しました。共感しました。4000円高い。庶民の利権だ。3000円。買ってくれないとずれちゃうから。
判定員、今日は相場が高い。判定員いない、いない。よし、行ってみよう。2000円、大沢田さんの立場もあります。スタッフさんの判定員で勝ったようです。正真正銘の一人です。さあ、2000人が勝った2000円が来ない。でも行ってみましょう。よし、庶民の味方だ。せいや、おお、君は何だ。うんだー。おお、どうぞ、はい、持ってきてやった。はい、持ってきてやった。昨日のバランナどうしたの。ちょっと人には言えないような金額。少なくとも昨日のこの前かいかな。あ、だから秘密。分かんねえ、分かんねえ、分かんねえ。大変なんですよ。さあ、本当に、じゃあお名前を失礼な謝りなさい、お名前に。それでは前日のバナナのお買い上げ、鈴木さんの将来に先を伺うことを祈りまして、大きなお手伝いです。よーはっ。ありがとうございました。国民の皆さんに私はこのバナナを見る。何しに。ね、一人の人がバナナを独占してはなりません。バナナはみんなの。みんなはバナナの。皆さん、バナナのためにバナナを買いましょう。さあ、行ってみましょう。バナナ。あるんかい。いっぱいあるよ。ああ、いっぱいある。ああ、そうそう。安くし、劇的な安さです。ただし、一つだけ約束事があるんだ。18歳未満の方、お断り。名付けて、アダルト。18歳未満の方は、枠は出てもみんなで。でも、とびっきり安くし、取り切り準備はいいですか。もう二度と畳みで大きくはないです。さあ、いいんですか。安くしますし、ああ10円。皆さん、よくこのお母さんの姿を見て覚えてください、ね。普通10円で手なんか出られますよ。普通の人にはですね、終身というのが暗いのもあります。ビールで酔っちゃったの知りません。何酔ってんの。
たっていう。もうね、なんで世間話しなきゃいけないの。じゃあお母さんに言って。だから本当にいいのなんて歌わなきゃ。でもね、ここで10円出すとできない。Thank you.
ましょう。それじゃあいいですか。はい、こっちもこのカットですね。いいですか。チャンカチャンです。せーの。西尾三久保さんとこの広場にお集まり